フランスポストはオランダの画家。アメリカ大陸の風景を描いた最初のヨーロッパ人画家である。ポストは1636年にヨハン・マウリッツの招きでオランダ領ブラジルを訪れた。フランスポストはハールレムで生まれた。父親のヤン・ヤンスゾーンポストはガラスト装工であった。兄であるピーテルポストは著名な建築家である。 ポストがブラジルを訪れる前の出来事についてはほとんど知られていない。1612年頃に生まれ、父親と兄の下で修行したと思われる。誰か親方の下で修行したかもしれないが、ブラジルから戻る以前はいかなるギルドにも登録がない。ポストは兄を通じて、宮廷の仕事を受け負い、フレデリック・ヘンドリックから外国を旅するように勧められた。彼は、 フレデリック・ヘンドリックより800ギルダーの報酬で西インド諸島の風景を描くことを依頼され、フレデリック・ヘンドリックに随行して1637年から1644年までブラジルに住んだ。オランダに戻ってから1646年にハールレムのセール家組合に登録している。1650年に結婚。二人の息子と娘一人を設けている。 ポストは1669年までブラジルの風景を描いているが、1670年代以降の作品は残っていない。一説では彼はアルコールの問題を抱えるようになったようである。そのため、その後の人生のことはほとんどわかっていない。1680年に亡くなり、2月17日にハールレムで埋葬されている。ペルナンブーコの風景。 ブラジルブエーノスアイレス国立美術館フランスポストの作品は140枚ほどが残っている。そのうちの半数に日付が入っており、1637年にブラジルに着いてから1669年の作品までその軌跡をたどることができる。ブラジル時代の作品とその他の作品には、ザ・ペインティングス・ポスト・プロデュースト・ホワイル・ヒー・ワーズ・イン。 ブラジルドレアスティクリーディファーフロムゾーズヒーペインテッド、アフターヒーレフトブラジル。ブラジルにいた間は、多くの素描とエッチングが残っているが、油彩画は6枚のみである。ポストの作品のいくつかは1679年に、フレデリック・ヘンドリックからルイ14世に送られ、後にタペストリーの原案ともなった。ブラジル時代の作品は、同時代のオランダの風景画の様式やテクニックを、 踏まえたものである。彼の作品に描かれたオランダ領ブラジルの風景は地形学の面や実際の場所を特定することができる。彼はまたブラジルの植物や鳥や小動物を最前面に描いている。カンバスの半分を占めている空は灰色で雨を含んでいるかのように描かれている。その後の作品と比べると控えめな色彩が使われている。 1642年にオランダに帰国してからも想像上のブラジルの風景を描き続けた。しかしながらそのスタイルは変わっていった。ポストの旺盛な想像力のため、またもっと人気のある様式を取り入れたために変わっていったものと思われる。ブラジルから遠く離れてから作品は明るい色彩とエキゾチックな要素が組み合わされるようになった。また、 政党書で働いたり踊ったりしている多くの人物像を描き加えるようにもなっている。ブラジル時代に描かれた6枚の油彩画のうち4枚には数人の人物が描かれているが残り2枚には人物が描かれていない。ポストはフレデリック・ヘンドリックよりその土地を記録することを依頼されており、もう一人ブラジルに行ったアルベルト・エックハウトは原住民の記録を依頼されていたためと思われる。 ありがとうございます。